どうもこんばんは、ゆらたまです。今回なんですけど、超究極3位の光属性、こちらの方のパーティー編成を紹介していきたいなと思います。で、いつも通りなんですけど、勝率はある、結構高い、かつ極力ね、編成難易度を抑えた感じでパーティー編成を組んでおります。はい。で、 1P と 3P の枠は水浴のショコレゲットできつつららですね。で、普通に 2P の枠はガチャゲになるんですけど、こちらブーゲンビリアを今回は採用しております。で、ブーゲンビリアは正直ね、キャラいなかったら使った方がいいけど、使わない方がいいまであるキャラクターです。もちろん火力は高いんだけど、ゲージで引こうっていうところもあって、かなりね、外すと終わりっていう風な形の使いづらいキャラクターとなっております。なので、ブーゲンビリアではなくて、ワールドとかね、終末運命共同体とか、あとはまあボーパルソードアルファとかかな、強いあたり、まあ磁気配とかも強いから、このあたりのキャラクターを編成してあげると、めちゃめちゃさらに楽に攻略できるようになります。はい。で、ここなんですけど、まあ、各属性の攻略動画僕出してるので、詳しいことはね、もうそちらの方で解説したりとか、テキストで解説したりするので言わないんですけど、必ずここはね、プニを先に優先して処理するようにしましょう。で、クエストのコンセプトが、敵にね、当たれば当たるほど味方の攻撃力が当たるクエスト、上がるクエストとなっております。なので、この辺は意識して、加速のね、ブーツ雑魚を踏みつつ、敵を攻撃していくっていう風な形をとっていってください。はい。で、今のこのパーティー編成なんですけど、まあ、注意が1個あります。その絵は、ブロックがないです。ブロック持ちのキャラクターがいないので、ちょっと雑魚処理手間取る可能性が、手間取ったりします。なので、テレポトンネルの位置とかを把握して、しっかりとショットを打ってあげるようにしましょう。で、今回とかで言うと、このテレポトンネル、今ボスとかステージ2なんですけど、このテレポトンネル、このね、真ん中の魔導士が同時処理しないといけないです。なので、この魔導士処理するときは、この、今右上の赤パネルを左から入る、もしくは青パネルを右から入るっていう風な形で打ってあげるようにしましょう。そうしないとね、処理できないです。はい。で、結構ね、普通に今ちょっとグダってるんですけど、まあ磁気配の SS とかもね、今回めちゃめちゃ優秀、天魔5とは違わずめちゃめちゃ使える優秀な SS なので、こちらの方はね、ゆっくり打つようにしてあげてます。で、ここはブーゲンビリアの SS でおそらくね、突破することになるかなと思います。で、ブーゲンビリアの SS なんですけど、こちらもね、ブーゲンビリア採用する方は要注意のところをポイントを紹介していきたいと思います。はい、ブーゲンビリアの SS なんですけど、触れた最初の敵にキラーがかかる SS となっております。なので、ブーゲンビリアを打つときは、まあ、こういう風な形で処理したい敵にまず一番初めに触れに行くようにしましょう。ここで言うと、魔導士を処理したいので、魔導士に触れに行くっていう風な形の SS の打ち方をしております。はい、こうすることで魔導士にキラーが乗るので、かなり処理がしやすいです。で、ボスとかの場合も、ボスに一番触れながら処理するっていう風な形で打ってあげると、かなりね、特攻が楽になってきます。はい、で、ここステージ3となります。で、ステージ3なんですけど、正直ね、ブーゲンビリアの SS 少し貯めたいなっていうところもあって、かなりね、ゆっくりめに打ってあげてます。はい、こういう風な形で打つんですけど、つららの火力だとね、全然火力が足りません。まあ、この辺やっぱね、降臨キャラクターになるので、まあ、やっぱ火力はね、ガチャゲンのキャラクターに任せて打ってあげるようにしましょう。はい、こことかもね、磁気配、こういう風に打ってから、まあ、お茶を濁してっていう風な感じですね。お茶を濁しつつ、まあ、これね、レーザーの攻撃で死なないことが分かってましたので、これ、レーザー耐えて、普通な形で、はい、レーザー耐えまーす。配置がね、めちゃめちゃいいので、レーザー耐えるっていう風な形で分かってましたので、こちらはあえて、SS ために一旦使いました。で、こちらの方は、つらら。今回は、レーザー当たるとちょっとまずいので、つららの方で、確実にね、上の一旦になっているロボット雑魚倒していくっていう風な形でクエスト突破しております。はい。で、ちょっと残っちゃったね。思ったよりつららの火力が足りなかった。はい。で、ここなんですけど、まあ、あとはね、普通にブーゲンビリア。あと一周でね、SS 打てるので、ブーゲンビリアで突破してっていう風な形ですね。はい。ブーゲンビリア突破します。はい。はい。ブーゲンビリアで剣取りながら突破っていう風な形を取っております。はい。で、次からボス戦となります。で、ボス戦なんですけど、ここもね、基本は極力一緒の打ち方をしてください。まあ、基本はここ縦ムーブで打ってあげましょう。で、縦ムーブなんですけど、注意することがあります。っていうのも、右側のこのロボット雑魚めちゃめちゃ硬いんですよ。なので、できればこの降臨キャラクターですね、つららとかで、まずプニを倒すことを優先してください。プニ倒すことができれば、まあ、全然ね、合格です。はい。で、これ、プニに対処理して、よし。
で、これ SS 使ってもこの火力なんですよね。最高の多分効率出してこの火力なので、全然ね、本当にツララの火力は本当に不足しております。はい。で、ここは普通に磁気配で殴っていきます。磁気配でね、赤パネル踏んで殴っていきます。で、磁気配なんですけど、電撃キラー、EL 持ってますので、めちゃめちゃ強いです。この辺はね、めっちゃ優秀だと思うので、ぜひね、真似してみてください。はい。で、あとは、ツララと磁気配で、ボスを5ターン以内に削っていくっていう風な形となっております。クロスドクロをね、全部処理してあげると、ボスがこういう風に右に出てきて、弱点を殴れるいう状態になるので、これ弱点殴っていくっていう風な感じですね。はい、ここも SS 打っちゃいまーす。SS 打つけど、まあ、ツララの火力はね、もう全然ね、お察しっていう風な感じですね。なので、まあ、やっぱりね、まあ、ちょっと、降臨キャラクターだと火力少ないかな。まあ、ワクワクとかもれば全然いけるとは思うんですけど、まあ、火力ね、全然お察しかなと思います。はい、で、ここ、次、ブーゲンビリアです。ブーゲンビリアのストライクショットの打ち方、まず注意です。はい、こちらね、見といてください。これ次、ストライクショット打とうかなと思います。で、弱点がね、上に来たんですよ。だから、青パネル、左の青パネルに入りたいんで、まずはね、こういう風な形で、ボスから上に来て、赤パネルを潰したいと思います。はい、このストライクショットの打ち方、ブーゲンビリア編成時はこういうストライクショットの打ち方全然ありなので、真似してみてください。はい、これでね、重力バリアキラーと属性というか SS のキラーが乗ってめっちゃ高火力出ます。はい、こういう風な使い方できればブーゲンビリアめちゃめちゃ強いです。ただしゲージ飛行っていうところがあって超使う際は注意。はい、ということでボスステージ2となります。はい、でここのステージ2なんですけど、ここもねマジでしつこく言ってます。属性のね、全属性の攻略動画僕出してるんですけど、ここ毎回しつこく言うんですけど、ここはねボスの上のブロックが空いてるときは横間ムーブで打ちましょう。で、ボスの右側のブロックがね、これ交互の、ターン交互に空きます。で、ボスのブロックが右側空いてるときに関しましては、これはね、縦間ムーブで打つようにしてください。そうすることでね、全然ね、攻略、難易度が変わってきます。で、ちょっと今ね、磁気配ちょっとミスって火力出せなかったんですけど、まあ、もう一回ね、磁気配に回ってきますし、最悪磁気配2段階の SS でバー突破できるかなと思いますので、この辺はね、全然ね、もう心配してないです。はい、これ横間で入っていきます。まあ、おそらくなんだけど、これ磁気配の SS 打つことになりますね。ちょっと火力がね、ブーゲンビリア、ここ、重力バリアキラー乗ってないんですよね。ボスにだけ、その重力バリアまとってないんですよ。なので、重力バリアキラー持ちのキャラ連れてくる際は、この辺要注意かなと思います。で、これね、火力乗らないので、ブーゲンビリアのもう火力あんま出すことができません。なので、ここは磁気配の SS で突破っていう風な形が多分一番いいかなと思います。まあ、ワールドとかね、その他、まあ、終末運命共同体とか編成してる場合は、どんどんね、そのキャラで攻めていったらいいかなと思いますけど、ブーゲンビリアの弱いところはここですね。あんまり火力出せないね、こういう風な感じ。あんまり火力出せないんですよね。はい、ここはちょっと弱いところかなと思います。はい、で、ここ、スララで、あとは、まあ、磁気配の位置をね、めちゃめちゃ今、いい位置なんで、あんまりこの位置を変えないような形で打っていって、で、最後、磁気配でちゃんと入って処理してあげるっていう風な形のムーブを取ろうかなと思います。はい、これ横側に入っていきます。横側に入って。で、磁気配の位置だけを動かさないように。ちょっと動いたけど、まあ、この位置だったら全然ね、許容範囲かなと思います。はい、で、磁気配ストライクショットで、ボス突破していきたいと思います。2段階のね、ストライクショットなので、全然ね、効果力出せるかなと思います。はい、こちら、ストライクショット打っていきます。ストライクショットです。はい、ここはね、2風にしながら、ちょっと待てよ。これは、あれですね、左の方が火力出るね。だからこれも一緒ですね。左の方に2風にしながら、まず、加速ブーツ2個踏んで赤パネルを下から入るっていう風な形でストライクショット打っております。はい、ストライクショット。はい。で、磁気配が連撃キラーのストライクショットなので、めちゃめちゃここで火力が伸ばすことができます。はい、オッケー。はい、オッケーです。これね、磁気配の強いところ。今回のクエストと磁気配はね、めちゃめちゃ相性いいんで、詰めるだけ積んでください。ただし、コネクトスキルがあるので、その辺だけ要注意しましょう。はい、あとはここはね、普通に、ま、雑魚処理していくっていう風な形となっております。まあ、雑魚処理しながら、よいしょ、オッケー、雑魚処理です。で、ブーゲンビリア、これストライクショット溜まって、めちゃめちゃいい位置なので、ブーゲンビリアストライクショット打って、この魔導士処理したいかなと思います。はい、ストライクショット打ちます。はい、これで魔導士処理ですね。はい、ストライクショット。キラーかつ2フレの状態なので、ここ確実に処理することができます。はい。で、ボス覚醒と、ボス覚醒とかボスはね、
透過状態から取れて判定して上に出てきます。はい。で、地雷が残りね、3ターンとかになってきて、結構配置とかもね、危ない配置になってましたので、ここはね、スララは、まあ、ストライクショットを打ちながらで OK なんで、地雷を回収しながらっていう風な形ですね。で、まあ、どっちかの弱点入れれば、まあ、ベストかなっていう風な形の角度で打っています。で、ボス即死のターンが残り8ターンとなっております。なので、直配でね、殴れるチャンスが、あとね、2回もあるんですよ。だから、これがね、めちゃめちゃでかいので、まあ、直配のね、チャンス回ってきたら直配で火力出して、スララは本当にね、サポート、地雷取るサポートに徹してみてください。はい、こちらね、普通に、あとは弱点がね、今左側に出てるんで、右下の青いパネルを左から入る。こちらで削り切ることができます。逆の場合は赤パネルを、左下の赤パネルを右から入ることで削ることができます。はい、ということで今回ね、この超究極サイの光属性の編成紹介をやっていきました。で、その他の編成動画の属性の紹介は概要欄に記載してありますので、よかったら参考にしてみてください。では、バイバイ。